プーコハラヘイアウ国立史跡情報センターへの入り口国立史跡の全体図、プーコハラヘイアウはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のサウスコハラにあり、ハワイ語でクジラの丘の聖書を意味し、カメハメハ肌用が冬にはクジラが見える、この場所に軍神空に捧げて建てたヘイアウが残っている。1962年に国立史跡として指定されている。 カメハメ派は1791年に、この巨大な平野を完成して、和平のためと称していたこのケオワクアフーラを招いて、彼を突然殺害した。その前年には、彼との間の広の戦いで勝ったが、ケオワが逃げ出していたもので、これでカメハメ派はまず、ハワイ島を完全に掌握して、それから、ハワイ諸島の足し前の征服にかかる。国立史跡には、情報センターがあり、 この公園全体について、また、カメハメハ大用の一生について学ぶことができる。プーコハラヘイヤウの西側に、これも大きなマイレーキニヘイヤウがあり、これは何かはっきりしないが、すでに16世紀からロノに捧げられた、このヘイヤウがあったとも言われている。そこから、さらに海中には、ハレオカップニヘイヤウが沈んでいるのが発見されている。 情報センターから史跡内を見て回るトレイルが整備されていて、プーコホラヘイアウ、前歴にヘイアウを経て、ペレカネの谷へ降りて、さらに海岸に沿って南へ下り、予備駐車場へ達する。晴れていれば、遠く対岸のマウイ島を望み、冬は、クジラの潮吹きを見ることができる。ハワイ島西部のカイルアコナ、または、コナ国際空港から、ハワイ州道19号線で北へ、 ワイメア方面へ向かい、ハワイ州道2 7十号線へ入りすぐ、カワイファへの手前で、左手、海岸側にある。旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、ハワイ島、P173、プコホラヘイヤウ国立歴史公園、ラーンアバウトザパークハット、メイレッキニーヘイヤウパーク、ハットロノアンドメイレッキニーハット、ハワイドライブマップ。ありがとうございます。